か。なんだよ。酒を買ってこい。酒って昨日買ったばっかりじゃないか。入ってくるな。こりゃ今日はいつにも増して機嫌が悪いみたいだな。逆らわない方がいいか。まったく毎日毎日よくこき使ってくれるよ。ま、今日は殴られなかっただけマシか。お大事に。あ？斉藤、薬なんか買ってどっか調子でも悪いのか。俺ではない。土方副長が昨夜より風邪を召されていてな。土方さんが風邪？この暑い時期に。鬼のかくらんってやつか。なんだ、先を越されちまったか。お、巡察の途中で土方さんに薬をと思ったんだが、さすが斉藤、仕事が早いな。薬ならいつも土方さんがみんなに飲ませてる薬、石田三役か。そうそう、その三役があるだろう。いや、あれ効かないだろう。石田三役は打ち身の薬だ。ああ、そうなのか。そもそも石田三役というのは斉藤、大丈夫だ。お前熱あるぞ。平熱だ。斉藤も風邪だな。もう豚所に戻れ。そうはいかない。これから副長の需要になる食べ物を買って俺が言ってやるよ。その体で歩き回ったってこじらせるだけだろうが。しかし病人が増えたらかえって土方さんの迷惑になるぜ。すまん、この借りは稽古で返す。いや、その気遣いは。では先に帰って副長に薬を渡す。お前も薬を飲んで養生してな。わかった。よし、それじゃ俺も行くわ。え、買い物付き合わないのか。言っとろ、巡察の途中なんだよ。ふん。おっと、そうだ、こいつは。夏みかんって言うらしいんだが。夏みかん？巡察中物売りに絡んでた浪人を追い払った礼にもらったんだ。みかんは風邪にいいって言うし、土方さんにやってくれ。おお。じゃ、土方さんと斉藤のことよろしくな。自分で渡せばいいのに。よいしょ。はあ、かゆ？伊吹くん、つまみ食いはダメだよ。これ、ひょっとして土方さんにか？それがどうかした？いや、何？僕が土方さんにおかゆを作るのがそんなに不思議？ああ、ああ、いや、からかいに来たなら消えちゃってくれる。味付けに集中したいから。そうか、悪かったな。ん？おい、それ塩か？そうだけど、何？待て待て待て、塩はいいが、どんだけ入れるつもりなんだよ。風邪なら汗かいた方がいいから、辛めにした方が。醤油に七味も入れて。病人にそんな濃いのはダメだって。細かいな。土方さんなら大丈夫だって。あんな元気な病人いないでしょ。なんだよ。味見。え、大げさだな。お前、これはもう人間が薬するもんじゃねえぞ。下手すりゃ死ぬ。お前まさか病気のどさくさに紛れて土方さんを。それ以上無駄口を叩くと切っちゃうよ。わかった、冗談だ、もう出ていく。でもな、そのお粥は作り直せ。作り直せよ。いいな、薄味だぞ。その中に卵があるから。まったく偉そうに。やっぱり止めるべきだったか。どうしよう。平助、龍之介、どうしたんだ。これだよ、手紙。土方さんが風邪をひいてるから
代わりに書簡の整理をしてたらこいつが出てきてさ、急ぎで返事よこせとか書いてあるんだよ。でも近藤さんは三男さんと外出してて夜まで帰ってこねえし。ああ、それで芹沢さんにか。さっさと聞けばいいじゃないか。簡単に言うなよ。芹沢さん。いないのか、芹沢さん。なんだ、寝てるのか。珍しいな、芹沢さんがこんな無造作に居眠りしてるなんて。やべ、起きちまったか。いや、大丈夫みたいだ。芹沢さん、様子が変じゃなかったか。咳込んでたし。まさかと思うけど、風邪かな。え、芹沢さん、今朝部屋に入ってくるなって言ってたのはこれが原因か。それって自分が弱ってるとこを見せたくないってことか。うん、そういうとこ土方さんに似てるぜ。あの二人が似てる？全然似てないだろう。似てるって、割とそっくりだと思うぞ。だったらなんであんなに衝突するんだよ。どう考えても似てないって。分かってねえな。似た者同士だから喧嘩するんだって。似てねえって。似てるって。何をくだらぬことを大声で話している。とっとと散れ。犬、後で酒を堪忍して持ってこい。書簡の返事どうしよう。今聞くのは。あ、忘れてた。土方さん、起きてるか。伊吹か、何の用だ。あんた何やってんだ。何って仕事に決まってんだろ。風邪なんだろ、寝てろって。うるせえな、薬も飲んだから平気だ。それが余計なら出てけ、俺は忙しいんだ。そんな忙しいあんただからこそ、何かあったら困るってみんな心配してるんだろ。うん、夏みかん原田が渡してくれってさ。なんだ、起きてるんですか。せっかくお粥を作ってきたのに。粥？お前がか。何か文句でも。いや、すまねえな。土方さん、その粥は。うるさいよ、伊吹くん。お、何？お、あ、いや。たし！近藤さん、どうしたんだ？あ、いや、たしが風邪をこじらせたと聞いて飛んできたんだ。こじらせた？んなことねえよ。いいから寝てろ。俺が薬を買ってくるから。斉藤が買ってきてくれた。え？あ、そこ。では粥を作ろう。掃除が作ってくれた。え？じゃあ汁粉でもどうだ。好きだろ。源さんが作ってくれた。あ、そうか。あ、そうだ。あれだ。あれは風にいいぞ。実は夏までも手に入るみかんがあってな。確か物売りが。ああ、原田がくれた。あ、それじゃあ。せめてお前の書簡整理を俺が代わりに。平助がやってくれてるってよ。そうか。それじゃあ俺は、何をすれば。ありがとうよ近藤さん、気持ちだけで十分だ。あ、そうか。養生してるんじゃなかったのか。鍛錬すれば風邪など吹き飛ぶ。たく、土方さんといい。これ飲んで寝てろよ。
なんだこの酒の味は。犬、毒でも持ったか。生姜が入ってるだけだよ。生姜？風に効くっていうし。余計なことを。うまくはないな。さっさと告げ。え、怒らないのか。貴様は人が激昂するような酒をこの俺に飲ませたというのか。そんなわけないだろ。ならば黙って告がんか。